ドロシシャロンなしで今だ燃えろ、あれは銀河芸術大コスモレスタ。沈む日は光きらめかせて三つの心ひとつにさ。ドロシシャロンなしで今だ燃えろ、あれは銀河警察隊コスモレスタ。はい、夏休みも終わり新学期ですけど、みんな夏休みどうだった？いや、ずっとおしゃれなの。はい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 、はい、もう一斉喋んない、もう分かんないでしょ。つかさ、どっか行った？ええ、オランダに秘書に行きました。いいよな、つかさんちは金持ちだよ。そんなことないよ。ケンジは？俺はもうずっとさすみちゃんと一緒に通院し。かすみはどっか行った？いや、私もどこにも行ってないよ。みんないいな。で、まさきは1週間カリフォルニアに行ったんでしょ？うん、アメリカの友達に会いに行ったんだよ。なんかなんかその友達ってさ、英語なんだろ？なんか喋ってよ。Well, I got a lot of dumb friends in my school, but it's been fun, and I'll introduce them when you guys come. 英語だよ。お前が喋れって言ったからだろ。あ、先生はどっか行きました？うん、先生もどこも行ってない。あ、副校長先生がサクラメント村から戻らないって本当ですか？ゆんちゃん知ってた？そうなんだよ、誰か知らない？サクラメント村って金が出たって噂の場所でしょ？そう、副校長が金を掘りに行ったっきり戻ってこないって噂だよ。なんか心配ね、ドロシー。うん、でしょ、じゃなくてかすみ、席つきなさい。あ、失礼しました。うん、少し気になるな。そのサクラメント村に行った副校長のこと？うん、このご時世において金が出るなんてそうそうないだろ。うん、まさか邪悪帝国の仕業？うん、かもね。一つ探り入れてみるよ。ゼクスターは学校に休暇を申請し、金が出たサクラメント村へ向かった。副校長はとっくにチェックアウトしてるようだ。一体どこ行ったんだろう。どうしてゼクスターがここに？案ずることはないわ。様子を見に来ただけで何も感づいてはいないわよ。でも早く片付けた方がいいわね。もちろんよ。バイオ生命体コガネゴールドを送り込んでやりなさい。コガネゴールド、行け。ガネ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 、バイオ生命体コガネゴールド、それがしがゼクスターを撃ち殺してくれるわ。おかしい。金が出た割には人の気配はまるでない。一体どうなってんだ。金金金金金、お金ゴールド、金金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 こちらゼクスタ、サ
サクラメント村にはやはりベルラーが潜んでいた。僕は引き続き調査する。わかった。ゼクスターのやつ一人で大丈夫かな。ねえドロシー、ゼクスターはあと何日学校休むつもりだろう。そうだよね。これじゃミイラ取りがミイラだな。サイバースコープ。ここが弱帝国のアジトの入り口だな。ゼクスター、ディメンションクラッシュ。しまった、スーツが故障だ。コンバート解除。罠にかかってくるとはバカね。ゼクスター、今日こそ貴様の最後よ。しばらくはお前の命を預かってやるわ。次は東郷先生の生物か。確か宿題はなかったよな。ま、東郷先生なら忘れても許してくれるか。ゼクスあ、じゃなくて、あの東郷先生はきっと来ないよ。え、なんでかすみが知ってんの。え、あ、いや、あの、勘だけどね。ねえかすみ、あんたなんか知ってるよね。本当のことを教えて。え、いや、私本当何も知らないよ。はい、始めるよ。あれ、本当だ、平塚先生、東郷先生は。お、なんか様子見なんだよ。他の先生方も心配してんだけどね。弱帝国だ、きっとそうだよ。銀河警察ゼクスターを捕らえることができるとは思ってもいませんでしたね。うん、タナボタ式にうまくいくのが我が弱帝国だ。さてムンチュアス、次はドロシーとシャロンも捕らえろ。分かっておりますわ。あの二人はもっと残酷な罠にかけて捕らえてみせます。うん、服をもぎ取り、若いミスラの裸体を見せつけてもらおうぞ。おっさん、マジ気持ち悪い。いい加減にせ。平塚先生、副校長は本当に新学期までに帰るって言ってたの。言ってたよ。あの教育熱心な副校長が無断欠席なんかするわけないでしょう。それはそうだけど、ドロシー、私もサクラメント村に行くよ。ゼクスターもあれから連絡ないしさ。いつもみたいにひょっこり遅刻して帰ってくればいいんだけどさ。先生、先生、アニマさんとヤイズさんが。え、ユンちゃんとオサキが書き置き残してドロンしたんだよ。あのバカタレどもが。ユンちゃんに何かあったら俺はどうすればいいんだ。東郷先生も君当てでここに来てベルラに捕まったんだよ、きっと。うん、里見先生たちを待っててもしょうがないもんね。私たちで助けてやろう。うん、まずは副校長の泊まったホテルへ向かってみよう。そうだね。いい君ね、ゼクスター。ムーンチュアス、聞かせてもらおうか。ここに金が出たってのは本当か。ええ、本物じゃないけどね。邪悪帝国がこの製造工場で金を作り出しては世界中へ売りさばいていたの。なるほどね。それがいつの間にか金が出るという噂に広まり、人が集まってきたのか。その中にうちの副校長もいたろ。さあどうだったかしらね。生きていたら探してみたらご自分で。まあここの製造工場は不要になったんでね、お前と一緒にボンと吹っ飛ばしてやろうかと思って。その頃、ドロシーとシャロンはユミとサキ、ゼクスターを追って大型母艦コスモゼノンでサクラメント村に来ていた。ドロシー、
ゼクスターはバトルアーマースーツを解除してるようだね。スーツからの反応はまるでないね。ひょっとしたらスーツを破壊されたのかもしれないね。念のために銀河警察本部にも連絡しておこう。着陸して地上から捜索するよ。了解。それが製造した金か。本物のような黄金の輝きは見えないな。悪魔の輝きだね。やかましか。本物以上の出来栄えなのにお前には分からんようだな。無駄よ。美的センスの欠ける男にはこの出来栄えは分かるわけないわ。さてあと20分でここは爆発するわ。コンバートもできないわ。お前にもはや何もできるわけないわね。こいつもここへ置いていくわ。先生同士2人であの世へ仲良く行きなさい。副校長先生、すいません、助けてくるの遅くなっちゃいました。これも遅刻ですか、東郷先生。すいません、あのそれより他に金を探しに来た人たちは。皆さんね、殺されてしまいましたよ。なぜかね、私だけは殺されなかったんですけどね。万一のための人質にしたのか。小金ゴールド、この二人を見張るためにここへ残りなさい。勝手に承知の助、教師なんてみんな敵だ。お任せください。ダルベイダー、行きましょう。ええ、ゼクスター、また時刻で会いましょうね。何年になりますかね。はい、東郷先生、あなたを怒鳴りつけてですよ。吉祥寺高校でね、いろんな先生やいろんな生徒が出たり入ったりしましたけどもね。いやー、今が一番幸せですよ。もう思い残すことはありませんね。副校長、そんなね、死ぬ間際みたいなことをおっしゃらないでください。だってもう死ぬじゃないですかね。もうこの先どうなるか分かんないんですよ。もう私のね、教師生活悔いはありません。いい話だ。じゃあ助けてよね。おいおい。あんたたち、ユミ、サキ、なぜお前たちがこの村に。ダルベイダー、こいつらもゼクスターと一緒に吹き飛ばしてやりましょう。どこを探してもこのホテルが一番怪しいね。うん、きっとここに邪悪帝国の基地につながる通路があるんだろうね。行ってみよう。うん。ユンちゃん、お先坊、どうして君たちまで。私たち東郷先生を助けたかったんだよ。そしたら結局捕まっちゃったんです。でも大丈夫、こうなったらアシュララたちと戦ってやる。やめなさい、このこんにゃく玉が。ダルベイダー、アシュララ、お願いだ、どうかこの二人だけは。あ、副校長も、あ、助けてあげてくれ。そうはいかないわ。邪悪帝国は血も涙もないのよ。四人仲良く死ぬのね。今度こそ別れね。お前たちももう諦めるんだな。あと10分で爆発じゃないか。ざまあみそらそう。あれ、ちょっと待ってくださいよ。なんか変ですね。何がだ。いやいや、あなたですよ。そうよ、ここあと10分で爆発しちゃうんでしょ。それであなたは私たちを見張る係なんだよね。そうだよ、あんたはどうなるの。わしか。それはもちろん。あ、そうか。あ、これじゃわしもお前たちと一緒にコッパミジンコではないか。この抜け策がアシュララたちに捨てられたな。おのれバカにしやがって。こうなったらお前たちをぶち壊して脱出してやる。カネ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 。カネ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 。
よしなさい。格好なんかつかないんですから。そんなことは分かってますよ。ははっ、こけろ。よしなびき。ゼクスター、ドロシー、シャロン、爆弾があるんだ、離れろ。え、シャロン伏せて。金金金金金ゼクスター、大丈夫？ああ、それよりコンバートできないんだ。やっぱり、スーツを破壊されたのね。もうすぐ本部から連絡があるはずだから。ありがとう。はい、こちら銀河警察ドロシー。こちら銀河警察トリテキ。ゼクスター先生の新しいスーツを伝送しました。これでゼクスター先生もコンバートできます。ゼクスター先生って呼ぶのはなぜ？銀河警察トリテキって人はかつて吉祥寺高校で先生やった人なの。え、そうです、赤木玉江と申します。吉祥寺高校ではゼクスター先生の面倒を見てました。今は銀河警察本部で上層部 G メンとして任務についています。大出世ですね。で、そのお手製のお面何ですか？危険な場所に赴かなくなったのでバトルアーマースーツをもらえませんでした。なので自分で作っております。素顔のがいいと思いますよ。いやだ。どうして？恥。いやいやいや、そのお面の方が恥ずかしいでしょ。おかしいわね。そろそろ工場のあたりが爆発してもいいのに。風の音で爆音の音が聞こえなかったんじゃなくて？そうかもね。都合のいい解釈はやめてほしいわね。何？ベルラ、コスモレスターは無敵よ。ゼクスター、元気な姿を見せてやるよ。貴様、あの爆発に包まれながらなぜ生きている？そんなこと僕が知るか。行くぞ、コンバート、イン。行くぞ。おお、銀河警察ゼクスター、銀河警察ドロシー、銀河警察シャロン、銀河警察隊コスモレスター。ここは私が。行くぞ。おお、やれ。あの製造工場を破壊しないとまた犠牲者が出るよ。うん、コスモゼノン。
ところで覚えてなさい銀河警察隊。いやーまさかね、この夏休みの旅行がこんなに迷惑かけるとはね、ちっとも思ってなかった。大変だった。無事でよかったですよ。戸郷先生は結局役に立ちませんでしたね。そう、威勢よく来たと思ったらね、真っ先に逃げちゃってどうしようもないんだから、あの先生。で、その東方先生は今日、今朝ね、朝一番であの音楽コンクールの打ち合わせする予定でしたけども、まだ来てないんですかね。すいません、遅くなりました。東方先生、また遅刻ですか。すいません。二人ともお願いだから危険なことはもうやめて。そうだよ、もうコスモレスさんに任せておけばいいさ。そうそうそう、バカなことはやめようぜ。何よ、ケンジも前は戦ってやるって言ったでしょ。私は負けないからね。あのさ、今度のことで気になったんだけど、東郷先生って銀河警察隊のゼクスターなんじゃないかな。はぁ、え、そんなはずないじゃん。何を根拠にそんなこと言うの。だって怪しいよ、かすみも里見先生もたまにゼクスターとか呼んでない。いや気のせいだって呼んでないよ。え、はいはいはい、席ついて、はい、おしゃべり終わり。よし、ゼクスターなら私ぐらいは倒せるはずだよ。はい、今日は音楽コンクールの課題曲を決めます。銀河警察が誰であろうと生徒たちを守る正義の味方であることに変わりはない。不意打ちに避けることもできない東郷先生がゼクスターではないと確信する先たちであった。これからも頼むぞ、銀河警察隊コスモレスター。いつまでも登せてないでしっかりしなさい。はい、こらしたり。次回の銀河警察隊コスモレスターは、デリカシーがなく男として魅力のないゼクスターこと東郷先生は失恋を繰り返していた。そんなゼクスターの心を攻撃しようと、邪悪帝国はバイオ機械人コメライスの一目惚れ光線をユミとサキに照射し、ゼクスターは二人に惚れられてしまう。それを本気と取るゼクスター、副校長とドロシーのショッキングなキスシーンも見れる笑いと涙の恋愛編。次回、なぜかヒロシがモテていた、なぜかヒロシがモテていたにご期待ください。